MP が足りませんわ。今ので最後ですわよね。ちょっ、シュー。ああ、テストテスト。キリちゃん、カメラ映ってるかしら？ええ、いい感じですよ。タコ姉さん、映りはバッチリよ。水着の揺れも問題ない感じですね。じゃあこのままで行きますわ。注意事項ですわ。この動画には、私のセクシーな水着成分が含まれていますわ。それでは、ごゆるりとお過ごしくださいませ。タコ姉様の水着、とってもたわわで最高ですね。キリタンのスク水も良かったけど、ワンピース水着も最高ね。私、なんだかお腹空いてきました。そんなに褒められると照れちゃいますわ。タコ姉様、目の前のホットドッグを食べればゲームスタートですからね。これですわね。私も後でホットドッグ買いに行こうと。スタートですわ。Uplink successful. Target system detected. これがいつもキリちゃんが潜入してる世界ですわね。そうです。これがホットドッグ、ホースシューズ&ハンドグレネーズですね。なかなか意味不明なタイトルですわね。馬の蹄鉄には幸運のお守りみたいな意味合いがあって、ハンドグレネードは十分な弾薬、両方合わせて軍隊の幸運の掛け声になってるらしいですよ。キリタンはいつも物知りね。あとはホットドッグも頭文字が H だから語呂合わせみたいな感じなのね。そういうことですね。オレンジ色の綺麗な玉が手に入りましたわ。それはドラゴンブレス弾ですね。敵に火花を発射して燃やすことができる玉です。なんだか強そうですわね。いえ、射程が短いので早めに交換しちゃってください。シュー。今度は黄色い玉が出ましたわ。それはトリプルヒットですね。大粒の玉が3つ発射されるショットシェルです。 MTS-255 ショーティはリロードも早いので合わせて使うとかなり強いですよ。やりましたわ。さあ、初めてのウェーブですわ。タコ姉さん、頑張ってください。タコ姉さんのお尻が桃みたいですっごい美味しそう。ちょちょ、あかりちゃん、そんなにジロジロ見られると恥ずかしいですわ。ワンピース水着とタコ姉様の組み合わせ、絶対いけると思いましたが、短いスカートのおかげでビキニが強調されて、これはすっごい変態さんですね。キリタンはさすがタコ姉さんの素材の良さを分かってるね。まあ、私が本気を出せばこんなもんですね。よし、クリアですわ。幸先いいですね。このまま行きましょう。ところでキリちゃん、この水着着るときかなり頑張ったんだけど、一体どこで見つけてきたんですの？これは空空神社社務所さんのアバター用販売衣装を使わせていただきました。おっぱいの大きい人にぴったりの水着を販売してる作者さんなんですよ。世の中いろんな人がいるんですのね。でも間違って私のサイズの水着を選んじゃったので、タコ姉様にはちょっと小さいかもしれませんね。うえへへへ。じゃあ、私にくれるって本気ですか？キリタン、絶対わざと小さいサイズ注文したでしょ。ミチーむちーって音が聞こえてきそうで美味しそう。グッジョブだよキリタン。シュー。キリちゃん、この武器は強いんですの？それは M1911A1 ですね。ドットサイト付きのピストルで、ストックもつければ扱いやすいオートマチックピストルですね。序盤なら当たりです。えへへ、いいもの拾っちゃいましたわ。インターフェイシングシステムノード。
そういえば、実況動画ではコメント返しが習わしでしたわね。私も前回やりましたね。今回は前々回のオリックス実況と合わせてやっていきましょうか。そうですね。あの動画は自分でも信じられないぐらい大反響をいただきましたね。うばけ。うぽつこめ、ありがとうな。ニコニコ動画の風物詩だね。えきちち、ショーゴロリには刺激が強すぎる。おっぱいキリタン。え。何も見えねえ。わら、最高の赤ね青いキリタンや。耳なめ映像、天国かな。ふたごのい、いなり。みんな、音声作品好きすぎとちゃうか。私も、人のこと言えませんけどね。あはは、みんな、私たち双子にお耳を舐められて、脳みそとろけちゃったんだね。音声作品のレビューとかもしていきたいんですけど、需要あるんですかね。スマホ検索除外されちゃうから、普通の実況動画だと、無理かもしれんな。琴葉姉妹とキリタンの組み合わせ好き。こういう意見は珍しいですね。うちのキリタンは、年上のお姉ちゃんともコミュニケーションを取れるしっかり者なんですよ。この投稿者音声作品ばっかり聞いてそう。こだわりんごシリーズは名作やから、1000回はリピートしてるで。声優さん、テキスト、シチュエーション、すべてが高クオリティで、これを超える作品は、発売から11年経った今でも登場してないと思います。最高のおかずって、一生に何度も巡り会えるものじゃないよね。そういうことやな。音声作品は、数多きかな自分の好みがわからんところもあるし、みんなも、自分の好みに合った作品に出会えたら、新しい扉が、きっと開けると思うよ。末恐ろしい双子ですわ。きっと、サキュバスの素質がありますね。もう耳なめやらないのか。もっと耳なめて。みんな、欲望に正直ね。わかりやすくていいと思います。また、ネタが溜まったら、その時やっていくで。リクエストしてくれた人、ありがとうね。部屋狭いから結構ぶつけるぞ。これ本当に悩みどころなんですよね。前方は、両手広げられるスペースは確保してるんですが、後ろは壁が邪魔で、ぶつけるとコントローラー壊しちゃいますからね。日本の住宅事情の辛いところですわね。スカートめっちゃふわふわしとる。服の中そうなってたのか。あかりちゃん可愛かった。皆さん、褒めてくれてありがとうございます。サミダンゴさんの MMD あかりちゃん、本当に可愛いですよね。スカートの当たり判定の設定がうまくできなくて、ところどころ貫通しちゃってたのは、残念ですけどね。私の水着は、貫通してなくていい感じですわ。タコ姉様は、お尻と太ももに、大きめのコライダーを入れてますからね。コライダーっていうのは、当たり判定を出すための球体のことですよ。ちなみに、タコ姉様の両手にもコライダーを入れてるので、おっぱいを自分で揺らすことができるんですよ。キリタンは抜け目がないね。ここから先は、有料ですわ。コメント返信は、こんな感じですかね。皆さん、いつもコメント、ありがとうございますわ。よろしければ、ぜひ次回もお越しくださいませ。ところで、良さげなアサルトライフルを手に入れましたわ。これは、MK18 ですね。M4A1 カービンの改良型です。マウントレールがついて、カスタマイズ性はバッチリですね。べっぴんさんですわ。困りましたわ。さあ、MK18 の力、見せてやりますわ。チョコ姉さん、頑張ってくださいね。私、このマップは嫌いだな。後ろから侵入されると、どうしても焦っちゃうもんね。そうですね。もしレーダーがないと、耳だけが頼りになってしまうので、死角から攻められると、一気にやられちゃうこともしばしばです。クーが出現しましたわ。
やりましたわ。タコ姉様、さすがです。しかし、タコ姉様のボディは素晴らしいですね。ジュルリ。お尻しとるな、タコ姉様。お姉ちゃん、言葉遣いがおじさんっぽいよ。グヘヘ。タコ姉様、ファーが実体化したわよ。余裕ですわ。さあ、最後のウェーブです。最後はスウォームコアが出現するので、気をつけてくださいね。ヨーコの力、見せて差し上げますわ。やりましたわ。タコ姉さん、さすがです。後ろからの敵をうまくさばきましたね。レーダーをよく見たおかげだね。これがないとクリアできませんわ。サプレッサーも手に入れたので、最後の準備ですね。何の弾が出るでしょうか。先っぽが白い弾が出ましたわ。鉄鋼小イヴァンですね。大当たりです。貫通力と着火能力、弾の軌跡も見える最強の弾ですね。これがキュービの力ですわ。この部屋は、ポジションが取りにくくて守りにくいから、姉さま気をつけてね。燃やし尽くしてあげますわ。Interfacing with system node. 行きますわ。Analyzing system. Static encryption detected. Neutralize it.
踏めは余裕ですわ。油断大敵ですよ。気をつけてくださいね。大きめの壁が出現してくれたから、今回も引きは良さそうね。壁が小さいですわ。頭を低くしてれば大丈夫です。耐えてください。今までのはほんの遊びに過ぎませんわ。スコアが出現しました。ターエンドですわ。これがお姉ちゃんの力ですわ。タコ姉様、クリアおめでとうございます。タコ姉様、さすがです。引きにも恵まれていい戦いでしたね。お疲れ様です。みんなが応援してくれたおかげですわ。さて、前回と前々回の広告者様のご紹介ですわ。こんなにもたくさんの方に応援していただいて感謝の極みですわ。特別サービスですわ。タコ姉様のおっぱい、ほんま美味しそうやな。ああ、キリタン砲発射。キリタンも興奮を抑えられなかったみたいね。さて、戦いが終わったので銃を整理しないといけませんわね。ショットシェルはもういらないので捨てちゃいましょうか。わー、タコ姉様のは大迫力だね。なんだかお腹空いてきちゃった。タコ姉様が勝利の余韻に浸っとるで、これは録画しとかなあかんな。お姉ちゃん、欲望がだだ漏れだよ。それでは皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。また見てくださると、とっても嬉しいですわ。次回もお楽しみに。タコ姉様、カメラまだ回ってますよ。楽しそうだからいいんじゃないかしら。それでは皆さん、また次回お会いしましょうね。バイバイ。